1を取りましょうって難しいよ。だって8回でしょ。これ練習するわ。ちょっと動画外で練習していつかは1位取りたいな。今やったっていいんじゃないの。練習したっていいんじゃないの。ちょっとぐらい今日うんふうもうちょっとストーリー進めるかい今日は。いやうんふうふうふう何でそんなでもそっかこの後作戦になっちゃうのか。作戦だね。じゃあ今日はこれでちょっといろんなことしながら。まあでもあれなんじゃない。あれもうあれはないのかな。あの何でも屋さんの仕事。あどうなんだろう。ないんじゃない、ね、これ変にブレてわーって なんか難しいよこれで。時間決められてるからさ。なんか、ね、言い訳はいいよ。時間決められてるからさ、だから焦っちゃうよね。ダメだこれ。はいはいはい。あ、今いいんじゃない。いいぞ。じゃあここで今日遊ぼうかな。20だった。よし、はい、こっちね。ほう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 。今6頭わかんない、数えてないわ、はい、ブルーを射抜けば来たんじゃない。あ、来たんじゃない。どうよ、どうなの、どうすか、どうなんでしょう。ん、はいはいはい。何頭だったっけ。1 7スロー。やった、取った、取った取ったよ。イエーイ、イエーイ、やったぜ、やったぜ。見たかこれが竜が如くで鍛えた脱力よ。どうもポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それではファイナルファンタジー7リメイクやっていきたいと思います。およ、はい、だいぶファイナルファンタジー言いやすくなってきた。ファイナルファンタジー言えないゲームやってる人ってなかなかいないね、なのでやっていきたいと思います。ファイナルファンタジーとドラゴンクエストはだいたい言える単語やぞ。兄貴、これなんかくれた。ダーツでハイスコアを出した人への商品っす。見てたの。持って行ってください。あ、そんなもらえるんだ、ラッキー。今度はみんなでダーツやるっす。うん、見てた。あのポッチがここで1位を取ったんですよ。これ見て、ほらクラウド。なんかあれだもんね、近く寄って刺してたもん。シャシャシャしてないよ。バッチリね、もうね、バシッと決めてやりましたよ。ああ見てたのか。兄貴、気をつけて。もう兄貴って呼ぶな、本当にずっと。で、ジェシー。また舞台に出そびれちゃった。ああ。本番に弱いのかな、私。またチャンスはある。そうだよ、あるよ。そうだぞ。慰めてくれてる？ありがとう。今夜なんたらって言ってたけど、どうなってる。ちゃちゃっと片付けてきて。ピザピザピザ作って待ってるから。はは、ピザはね、待ってるから。聞いたことない具材を乗っけて。あれ、いるな。いるね。さあ、行こう。ああ、おティファ、力を抜こう。え、緊張してるだろ。ありがとう。よし行こう。お、優しい。お、ん、あ、へぇ へぇ、はい、なるほどね。で、で作戦に2。こいついなくなっちゃったんでしょ。いなくなった。おもしもし、そっか、いないか。とりあえず装備整えればいいんじゃない、一旦。装備はどこで買えるんやっけ。こっちだっけ。あれ、ここじゃないな。そこジャンク屋じゃなかった。ジャンク屋でもねえな、これネズミだ。あ、ネズミのとこだ。それ、ね、場所がわからないのよ、地図が。そういう時にマップがあるんだけどね。え、ね、戦争がどうとかマップテレビで言ってたんだろう。ねえ、レレインって何だったの。ねえ、レレイン、ここは道具屋だ。うん、それどこ道具屋。ん、あ、ここか。そん中に
あ、このうざい人だ。うざい道具屋。あ、なんかかっこいい髪してる人。いらっしゃい。見てってくれ。へい。アイテムくれ。はい、あ、ちょっと安くなってる。安くなってる。くれ。ポーションはいっぱいある。うん、これでいいや。とりあえず。ありがとう。うん。ちはちゃん狙ってる人。で、ここが、このままぐるっていけばいいのか。まっすぐ行けんじゃない、それ。こっちに？うん。こっち？これで合ってる？合ってるはず。こっち？うん。で、それを右。これは右？そう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 。そこ。あ、これが初心者の館なんだ。開いてないよ。へー、あ、79になってる。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新の武器、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 武器売ってねえかな、新しい武器で、これからもスラムの平和を守ってくれ。任せとけい。あ、ティファに買ってあげる。もう買ってあげていいんじゃない。あれ、所持数2個になってるな。あ、バレットが持ってるの。持ってるのかな。でもティファは明らかに装備してないね。ね。どれがいいか。魔力は 5% 増えます。うん。タリスマ。精神、精神。精霊のピアスって何なの？何の効果があるの？リレイズ。あ、アクセサリー壊れちゃうのな。なるほどね。はい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 、そういうことな。これ一個絶対パワーリスだもん。で、うん、これ一個、うん、で、一個いいんじゃない。一回ありがとう。ありがとうな。で、ここが武器。そしたらあれなんじゃ、なんか全然クエストもないし。チャドリーがいて、でもないのか。ない。ここがジャンク屋？そうだね。あ、ここジャンク屋か。でもジャンク屋もないもんね、多分ね。うん。で、ここに行くの？行くってことだね。なんかこう行って、あ？こう行ってこう。うん。バッタの話、広まりこっち。地図が読めませんの。まあ、早速お前が自分で言ってた位置とは違う生き方してっけど。あれ、どこにいるの、こっち。あ、まあまあ合ってるわ。おおむね合ってるから大丈夫。おおむね合ってた。安心したらいいよ。アバランチなんてなくなっちまえって言ってる。そうだよ、あんな爆破とかしたらそれは良くないよ。まだテロだからな、うん、まだやってるこの人たち。まだ抜けないの。もう何日飯食ってないのお前ら。そっか、大変だなあいつ。あのまま白骨化すんじゃねえの。肉食えずに。食えずに抜いてあげようか。あれずっと抜いてるじゃん、抜こうとしてるじゃんあいつ。ねえ、駅集合。あ、ここにもなんか売ってるな。お兄さんが買ったもの、何でも屋さん愛用品として売り出していい？何でも屋さんって言ってくれた。あ、ここは普通のお値段。そうだね、別にならいいです。じゃあね。じゃあね。ごめんね。クラウドさん。あれ、あなたは想定以上の逸材です。おう、あ、上から目線で来たの。研究へのさらなるご協力をお願いしますね。な、なんか風持ってるもん。うん、ミアブルも持ってるもん。じゃあ大丈夫だ。いらないです、特に。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。うん、じゃね。まだまだお前らもずっとイチャコラしてんな。なんだ、四角で切れないの。寝てるよ。
誰が寝てんの、あれこの人寝てんの、まあ、いっか、まあ、いいよ、あれなんか話せるこの人、息子が町を出るなんて、あ、ジョニーの母さん、はは、忘れ物がいっぱいあるの、届けてあげなくちゃいけないわよね、 あの子枕が変わると眠れないのよ、お気に入りの歯ブラシも忘れていっちゃって、なんとかなるかも、岬の宿で気づいて悲しがってるわ、大丈夫だよ、息子が町を出るの、忘れ物がいっぱいあるの、あれこの人届けるんかな、すごい、これセブンってこと、7って、そうだね、え、あれお父さんはじゃあ大丈夫かい、お父さんも大丈夫だよ、お父さんもどっかにいたのかな、バーレットがいたの、バーレットいる、お父さんがいたわ、うん、列車が来たらそっからが作戦だ、準備はできてんだろうな、待つか、あ、お父さんいた、ちょっと待って、ちんたらすんな、しっかり準備してこい、あ、これお父さんじゃない、そうだ、これお父さんだ、おや、なんでもやさん、もしやあなたも息子のように旅立つのですか、わかります、あなたのその目を見れば、心の強い思いを抱いた若者たちの眼差しはなんと眩しいことか、お父さん結構普通、そうだ、ね、お母さんが心配そうね、なんか旅に出そうな人いるよ、行くべきか、上に行きたいけど行きたくない、優柔不断なやつだな、さあ行こう、なんでそれ切って捨てたの急にあ、行こう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 、うん、列車が来たらそっからが作戦だ、準備はできてんだろうな、任せろよ、オッケー、うちのポチさんなめんなよ、なめんなよポチを、ビックス、もう始めてるのかな、飲み会、早いとこ巻き返さねえどうしても今日なのか、動き出したら止められねえんだよ、大勢の同志が動いてくれたんだ、うーん、爆破の予告もしちまってるよな、魔法炉止めないと、あ、来た、今日もやろうとか、やっぱ予告は出してるんだね、死ぬか、うわ、おや、しれっとしてろ、また電車に乗れる。ね。ああ。乗客の皆様にお伝えします。はい。うん。本日、アバランチと名乗る反侵略組織による魔法の爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響により、ダイヤが大幅に乱れての運行となっております。あ、そうなの？4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコ、うん、駅からは市街地の裏道を抜けた、はい、マコール内に入っちまう、あとは1番と同じ、マコーだまりを目指す、ハルをドカンとかましてやるぜ、うん、JC とエッジの分まで俺らでやりとり、うんうん、うん、あ、どうした？このアングルは何だ？お客さん少ないね。爆破予告のこと、ビックスの予想より早く広まってる。お？固まってると目立つか。ばらけようか。お前らはここに。この剣も目立つな、目立つ、片腕の銃も相当目立つからな、そうな、わかんねえね、こいつら服装いつもさ結構厚着のやつとそうじゃないやついるじゃん、そうだね、季節感どうなってんだろう、なんだどうなってんの、クラウド、え、まもなく ID スキャニングエリアを、あ、出た、
大丈夫かな。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。落ち着かないよね。なんか隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。はい。バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。なるほどね。そう言わずに、私は大丈夫だから。本当に？はあ、すぐ戻る。ありがとう。行ってくるわ。うん、行ってくれ。しまった。あ、大丈夫じゃん。全然。君はこれを擁護するのか。いい迷惑だ。あ、課長。アランチなんて。あ、また前の課長や。爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、新羅社員は戦うよ。私はマコロを止めたりするもんか。ちょっと後ろに待ってるや気になっちゃってる。なんだ、文句あるか。文句だと、なの。わお。ふん、こん。あんたはどっしり構えてろ。ちゃ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 んちゃ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 んか。かまえな。これ気になっちゃった。なんかある。何それ。これ気になっちゃった。ちょっと回復。いや、もうありますけど。まあまあ、でもあれば。とかで維持するだけでも日々相当な魔法エネルギー。ああ、そうなんだ。あ、回復。ティファーはそっちじゃねえだろ。あ、はあ、そうやった。あれ、話せる。文句はないんだろ。文句はない。四番街営業所の混乱が一番激しいんだよ。あ、あなた四番街の人。放っておいてくれ。もう放っておいてくれ。あ、はーい。隣に戻っとけ。ティファーのそばにいてやれ。はーい。はーい。あれ、どこだ。あれ、いない。あれ、あれ、いない。あれ、あら、あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。あ、スキャニングしてる。臨時 ID スキャニング。臨時 ID スキャニング中です。なんで臨時だって。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらをお願い。何これ。任せろ。車両のシステムに。何これ。ちょっと待った。ちょ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 。とにかく前の車両に。どうした。何何何。見破りました。見破った。こちら見破りました。やっつけろ。早く早く早く。バウンド。何も見えへん。沈め。一気に叩き込む。 OK。 OK。 まだか。オッケー、オッケー。で、あいつらも戦えよ。なんでバレたの。なんでバレたの。あ、やっちゃった。バレちゃった。危ないよ。早く逃げて。どういう、どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は新羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。
長は私が面倒見る。お課長守るから、うん、かっこいい。キリがないな。手配 ID 取り者3名の閣僚確認、総統整備に取り。おう、ゴソゴソいる。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン B だ。わお。痛そう。全然守る気ないじゃん。大丈夫。ああ先に。行くぜ。申し訳。大丈夫？ティファ。まあまあな距離離れちゃう。もうすでに。まあまあまあ。一緒にじゃあ降りよう。ああ。おい、だいぶあれだよ。平気か。痛そう。今だいぶ胸当たったと思うよ。あれ、いるわ、まだ。行けるか。大丈夫。リョウがひどいこと言ってる間に。今だ、絶対。さっきのと絶対この前の。痛い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 。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。生殺しやった。あれだと思う。腹痛だと思う。そんな腹痛なのか。混乱に駆けつけて。ここで仕掛ける。じゃあねって。じゃあ、やったの。ビリビリしてる。ビリビリします。私に任せて。そこで。どうしたどうした踊ってんの。ここで決めよう。きっとバレット。バレット。オラオラオラって言ってる。ちょっと待っててねバレット。うん、あ安くはなってない、うん。武器防具も買えるよ。何これ。ふう。そうなんだ、そこでまさかのどこで武器防具、あ、ここで自販機で買えたよ、今。嘘、本当だ、守ってるやつか。うん、守ってるやつだ。なんでもなかった。うん、持ってる持ってる、全部持ってました。どっち、こっちか、こっち。なんかバレットがいた。バレットどこ、バレットどこ。ありがとね。さっき飛び降りるとき。いいえ、軽くなる。レオが喜んでたよ。何それ。あ、行ったぜ。クラウドがちょっとあれだから思春期だ。あ、うわ、うまい。 え、そんなんさ、え、後ろも気にしなきゃいけないの。なんかバイオハザードこういうのなかったの。あったあった、よく引かれたやつ。見られてる。あ、出た。ハイデッカーだ。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。お、意外と歯綺麗だろ。え、まあ、合流させればいいじゃん。行こう、合流しよう。合流しよう。バレット電車来ちゃうよ。あ、危ないよ。あの辺にいるのかな。あ、びっくりした。おい、いたぞ。手配 ID 所持者を発見。応援を頼む。しまった。
あ、だった、ティファ守った。ティファ守ったじゃない。なんだあれ、ガードかしらあれ。ちょっと、ガードか、まあ、ギリでかわすかじゃない、どっちかじゃない。調子に乗る。いや、沈め。やっとよ。まだうまく戦えられたか、許してよ。どうした？ここで仕掛ける。で？で？死ぬのか。あ、レベル上がった。やった。やったぜ。やったね。とりあえずバレットと合流したいよね。ね、どこにいんだろうな。もっと先？もっと先なんじゃない。こっち電車来る？電車来るね。こっち？あ、声がする。急ごう。あ、そこだ。バレット。ティファ、無事だったか？あれ通れないわ。すぐに行く。そこに階段があるんだろう。ある。はあ。早く合流しないと。階段。ぐるって登ってけんのか。そこからぐるって登るのか。その足一本一本引っ飛ばしてやろうか。他にちょっとなんかないですか。この辺は。ナイスね。ナイスね。ナイスナイス。行きます行きます。行け。待ってくださいティファさん。早いな。ほらうるせえないつ引いちゃうやつ。押されてる。急ぐぞ。押されてるって。マジで。バレット。おお、こっちだ。早いリセッター。3名を確認。全員捕らえる。突きをつく。一気に叩き込む。シュア。うわあ。場所の確認してさっさと作戦再開だ。場所の確認、うん、何を言ってるんだ。こっからはプラン E だ。はいはい、聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 でもそれはいいよ。こいつは駅から真っ当に魔法を目指す、ね、うん、今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。はい、オプションを準備してあんのよ。オプションがあるのね。マコールから近い順にプラン B、C、D とな。だいぶじゃ遠いじゃん。いくつあるんだ。 E まで。おお。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。あれ見られてるべ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。うん、マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからだ。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。おお、行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。おお、久しぶりに。はい、バレットに会った。クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。はあ、無論最後はプレジデントのお考え通りに。はあ、ええ、お任せください。ではします。解析室よりデータ分析は順調とのことです。はあ、ただ被害が想定より大きく、このままでは。お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。
所詮は使い捨ての駒。ああ。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。ああ。少しは頭を使って先回りできんのか。うん。はっ。お前多分 SNS とかで袋叩きになってるぞ。部下が無能だと苦労する。お前が無能だからだ。その点プレジデントはこうんだ。この俺様がいるからな。もう横の人もはぁみたいになっちゃったじゃん。はい。お前だよ無能つ。いやー、こっからじゃあ線路沿いに行ってって話なのかな。なるから、そうだね、一回切ろっかな。そうだね、じゃあな、そうしましょう。よし、こんな感じでどうよ。いいね、いいじゃん。はい、それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。